キム・ジョンウン氏は植物状態にと情報は広がる。ロイター通信によると、中国は北朝鮮に医師団を派遣し、北朝鮮の最高指導者であるキム・ジョンウンの健康状態を決定した。香港衛星テレビは、キム氏が亡くなったと報じたが、現時点では米国筋からの確認はない。異変を告げる第一報は、米 CNN テレビが4月20日に流したものだった。それに対し、トランプ大統領は確定した情報はないとコメントした。韓国政府は地方視察中のようだと否定的なコメント、中国政府は報道は知っていると微妙な言い回しだった。当の北朝鮮は数日間、沈黙したままだ。情報が事実なら満36歳と3ヶ月余りの若すぎる政治的な死だ。ある中国の医療関係者は詳細な経緯を明かした。キム・ジョンウン委員長は、地方視察に出かけている最中、突然心臓に手を当てて倒れた。同行していた医師団は、慌てて心臓マッサージを施しながら、近くの救急病院に搬送した。同時に中国に、すぐに医療団を北京から派遣してほしいと緊急要請した。中国は、北京に国家心血管病専門医と、人民解放軍301委員の医師らを中心に、機材も含め50人近い派遣団を組み、特別機で平壌へ向かった。ところが、中国の医師団を待っていては助からないと見た北朝鮮の医師団は、緊急の心臓ステント手術を行うことにした。執刀した老練な外科医は極度の緊張で手が震え、かつ、キム・ジョンウンほどの肥満体を執刀した経験がなかった。それでステントを入れるのに、8分ほどもかかってしまった。その間に、キム・ジョンウン委員長は、植物人間と化してしまった。中国の医師団が到着して診察したが、もはや手の施しようがなかった。信じがたい話だが、この中国の医療関係者の証言が事実だとするなら、独裁者の政治的生命の最後はあっけないものだったことになる。折しも中国との国境地帯に駐屯する北朝鮮軍の国境警備隊で新型コロナウイルスの感染が蔓延し、一部の部隊は壊滅状態に陥っているという。キム・ジョンウン氏はこの対応が進まないことでもストレスが溜まっていたらしい。加えて長年の暴飲暴食で腸肥満体と健康を大きく損なっていたという。北朝鮮は当面何も発表しないだろう。中国は国境付近に人民解放軍を集結させ、北朝鮮の現体制を厳しく見つめるに違いない。その動きを見れば事実はわかる。今日、世界を隠蔽するのは難しいのだ。